元気応援健康サラダ。今回は皮膚の悪性腫瘍について、池田皮膚科クリニックの池田秀幸先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。池田皮膚科クリニックの池田秀幸と言います。本日はよろしくお願いします。皮膚がんには大きく分けて、基底細胞がん、有棘細胞がん、膀胱病、筋状側肉症と呼ばれる、他にもいっぱいありますけど、大きく4つの皮膚がんがありまして、外来で一番多く見るのは、最初に申した基底細胞がん。メラノサイトからがん化しますので、黒っぽいという特徴があります。で外来の中で一番多くて、後発部位は顔面、特に鼻に多くあるとされております。で外来でやはり高齢者の方に限らず、若い方も当然来るんですけども、受診契機はほくろじゃないかとか、あとは逆に、メラノーマじゃないか、ほくろのがんじゃないかというような心配をされて、ちょっと大きくなってきたんだなんていうことで受診をされるんですけども、実際に皮膚科の専門医でも潰瘍化とか進めば別ですけども、あまり最初の初診の状態で進行がしてないと分からないという場合もあるので、かなり慎重に鑑別を要する疾患になるんですけども、これが一番多い外来で多いがんになります。で転移はまずほとんどしないというものにはなるんですけども、進行すると潰瘍化して絶対転移しないということもないので、注意が必要とされております。で次にやはり多いのが有棘細胞がん。有棘細胞がんというのは表皮、基底層、真皮層あるんですけど、その中の有棘層というところの腫瘍が癌化するというふうにされているんですけども、こちらは深い部分の方まで転移することもありますので、リンパ構成に皮膚に転移をすると、皮膚以外の臓器にも転移することもありますので、非常に注意が必要で、進行すると匂い、悪臭がものすごい強い癌になります。なのでなんか匂うなっていうような場合とか、もしくは褥瘡じゃないかなんて思って油断していると、実は進行した有棘細胞がんなんていうこともありますので、特に高齢者の方で匂いがするような腫瘍があって、それで形も不整形でいかにも皮膚がんというような形になりますので、ただ稀に潰瘍、へっこんだような形を取る場合もあるので、この辺はやはり注意が必要なので、おかしいなと思った場合はやはり皮膚科に一度受診が必要になるがんです。続いてが膀胱病と、さっき申したがんがありまして、こちらは表皮内がんとよく表現されまして、深い部分まではいかずに転移等もほとんどあんまりしないというふうに言われているがんになります。で原因としては今のところまだ膀胱病はっきりは分かっていないんですけども、ヒ素が関係しているんじゃないかとか、あとは慢性の日光の刺激であるとか、免疫が抑制されている状態、あとは稀になんですけども慢性の刺激で何遍も傷になった、また治ったとかっていう刺激なども原因になるんではないかっていうふうにも言われていますので、転移はしにくいんですが要注意のものになります。で、膀胱病はさらに見た目では湿疹と区別がつかないようなケースもあります。慢性の湿疹でずっとここにあるんだ、転移もしないので経過が長くなるので前からあるんだなんて言ってても薬塗っても治らないなんていう場合は、やはり膀胱病を考えないといけないので、これも注意が必要です。で最後に筋状側肉症、これは結構珍しいんですけども、簡単に言うと皮膚の悪性リンパ腫というふうに考えてもらっていいんですけども、悪性リンパ腫の皮膚の中では一番多いとされておりまして、
こちらも一番最初は、後半期、次が局面期、腫瘍期というふうに進むんですけども、後半期だっていうのはもう赤いだけなので、やはり普通の皮膚炎と区別がつかないということもありますので、非常に注意が必要とされております。先ほど申したがんの中でも、基底細胞がん、有棘細胞がん、膀胱病、筋上束縛症にしても、まず皮膚科専門医の指針が原則になります。経験に基づいて、変炎がギザギザがないか、浸潤がしてないか、匂いがないか、インパ節なんかも腫れてないか、そういったものの指針を含めて、まず専門医で鑑別します。で、少しでもこれはおかしいな、経過が変だなというふうになった場合には、場合によっては皮膚生検といって、皮膚の一部に麻酔を打って切り取って病理組織検査に出すということで確定診断をつけます。ただ下手に傷をつけてしまうと、それが元で有棘細胞がんなどは転移することもあるので、よほど慎重にそれも進めて、手術の体制を整えた上で皮膚に検査メスを入れるということを心がけております。あとは先ほど言った有棘細胞がん、全身に転移することもありますので、画像検査ですね、 CT、MRI、 そういったものなんかも併用して、必ず全身に転移がないかどうかの検索をするということも重要になってきます。治療は一番はやはり第一選択は手術、それを取るということになりまして、低悪性度のがんの場合は腫瘍変炎でギリギリで取ってしまう、もしくは離せるんであれば5ミリ離して脂肪織を深く切り取って切除すると。ただし有棘細胞がんのように周りにちょっと行っている可能性がある場合には、1センチとちょっと離して取ったり、あまりにも大きい浸潤が周りにしているっていう場合は、形成的に食費手術等をする場合もありますし、あとはリンパ節に転移が疑われる、もしくはしているというふうになった場合には、リンパ節覚醒術といってリンパ線を取ってしまう、あとはもう転移していても難しいという場合には、化学療法、放射線療法、あとはプバ療法、そういったものなんかで腫瘍細胞を叩くというものが今のところは治療として考えられております。もし皮膚に腫瘍がある、もしくは何か気になる点がある、そういったもので何でも小さいものでも心配な時には、やはり一度皮膚科の専門医に受診をしてみてください。早期発見、早期治療というものが大切だと思います。今回は皮膚の悪性腫瘍について、池田皮膚科クリニックの池田秀幸先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。